IT パスポートは必要か不要か徹底検証。丸山です。浜田です。はい、 IT パスポートは必要かどうかっていう話をしたいと思います。はい、その理由と注意点とかもちょっといろいろ話しできればなと思います。この動画はですね、今会社員もしくはフリーランスやっていて、うん、IT パス取った方がいいのかなって悩んでる人向けの動画です。あ、なるほどね。はい、今勉強中の人は参考になるのかもしれませんし、はい、会社からね取れよって言われる場合もあると思うので。あるんだ、あります、あります。取ってくれたら嬉しいなみたいな。あ、試験受けてよみたいな。あ、でも営業でも聞いたことある。僕も言われてました、エンジニアの頃に。 Java の資格取ってよみたいな。あ、はい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 、ブロンズやらシルバーやら取ってよ、ね、って言われました。はい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 。IT パスポートって議論されてるんですよ。必要なの？いるの？みたいな。いや、めっちゃされてるね。まあ、初歩中の初歩みたいな感じでしょ。あの、はい、IT 業界の資格としては。で、多分前提による部分がもちろんあると思うんですよね。うん、で、今回その IT パスポートだとどういう資格かっていうと、うん、基本情報技術者の中の、はい、まあ、一個の資格としてありますと。うん、内容というか、ものとしては、まあ、IT とかそのシステムの最低限の知識の部分を、まあ、網羅できてますよっていう資格ですね。はいはいはい。うん、じゃあ、これがあるとどうなるかっていうと、うん、転職に有利な場合がある。あ、はいはい。ただエンジニア5年やってます、 IT パス持ってません、何の違和感もないですよね。何も違和感ないし、はい、ゴロゴロいるでしょ。ただもしかしたら同じぐらいのスキル感で全く同じような人、はいはいはい、IT パス持ってる持ってない、だったら持ってる方を選ばれる可能性はある。ああ、まあね、っていう資格だなっていうふうに思います。はいはいはい、はい、IT パス独学でほとんど取れるので、うん、そのために塾通ってとかはいないと思うんですよ。うんうんうん、はい、独学で勉強して取ってっていう人が多いと思います。うんうん、じゃあそれをめちゃめちゃ勉強して取った方がいいのかどうかっていうところで言うと、うん、僕は正直全くいらないと思ってますはっきり言うね、はい、正直言っていい、全くいらないと思ってます、はいはい、それ勉強する時間があったら言語の勉強した方が全然いいと思います。マジでいらない。だってエンジニアさんでさ、スキルシートに書いてなくて IT パスポートって持ってないんですか、いや持ってますよみたいな、いや書くんすかそれみたいな感じで。そうです、書いていいと思うんですけどそう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 、ただ持ってるから何だったのそうそうそうそのレベルだからななんか1個も見たことないぞ、案件のその募集要項で IT パスポート保有者みたいなの、うん、トラックの運転の仕事に運転免許持ってますみたいな。いやマジそれ分かりやすい。ただこれ必要なパターンで言うと未経験者とかですね、実務経験なし、あで新卒採用とか、うん、未経験採用してる会社に応募するときにあるとかなりいいと思います。はい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 。変な話、現在エンジニアしっかりやっていて、うん、フリーランス考えてます、うん、とかって人は全く必要ないですね。はいはいはい。あとよく言われてるのが、フリーランスでも IT パス持ってると年収上がるんじゃないですかみたいな、うんうんうん、単価上がりますかとか聞かれるんですけど、うんうん、全くありません。そうなんですよね、はい、そこって一切関与されてないというか、ないね、よりかはスキルだったりとか人柄とか、うん、そういうところが見られるじゃないですか、うん、なんでもう結論 IT パスいらないですけど。そうね、ぶっちゃけ俺本買ったのよこの業界に来た時に、はい、業界のことがそもそも分かってないから本とか読んでも何言ってか全く意味がわからない、うん、で実務経験を積んだ方が普通にこの知識がつくね。あ、そうですね、うん、確かに僕が IT パスの資格受けろって言われたら分からないかもしれないんですけどただその情報を持ってても今使わないなって思っちゃうんですよね、うん、ネットを調べるとゴミって言われてますねはっきり言うね。それぐらいちょっとそういう資格なんですよね。本当によくも言われてるのが、理由は簡単で最低限すぎる情報とかだ、ね、だから別に難しくややこしく書いてるだけだからな、問題とかもあれ。そうですね、まあ、なんでフリーランスでエンジニアやってるんだったら資格よりも実務経験の方が大事っていうところが結論ですと、ね、まあ取るなよっていうことを言ってるわけじゃないから別に、ね、もちろん、うん、大事なのは勉強過程が大事だなって思っちゃうんですね。そうね、そこ学ぼうとするっていうところだもんな。資格を取る必要は別にない、うん、資格っていっぱいいろいろあるじゃないですか、うん、この業界だと、うん、あったらおってなる職もやっぱ中にはあるじゃないですか。まああるね、はいはいはい。ただそうじゃない職のがやっぱ多いというか、うん、それの一番下が IT パスとか基本情報技術者ですね。基本情報技術者か、はいはいはい。そういう持ってても何の差別化もされないような資格を勉強する時間があったら別のこと勉強した方がいいです、ね、確かに結論です、うん、もう本当に取ってても年収は上がらないし単価も上がりません、うん、ですごいとも思われません、うん、時間の無駄です、うん、取る必要ありません。ゴミじゃねえかいやでも本当ね、3つ目今言ったやつ、単価上がんないのよ、はい、お金上がんないのよ、取る意味ないのよ、はい、そうですね、マジで、まあ、もしかしたらね、これ見てる人で必死で勉強して取った人がいるかもしれません、うん、ごめんなさい、その時間っていうのは決して無駄じゃない、ありません、うん、勉強して頭に入ったことはあの行きますから、スタントして、うん、さっき言い過ぎたなみたいな感じになってんじゃないの。だから資格を持ってることに関しては意味がないって言ってるんですよ、うん、はい、っていうのが結論です。ありがとうございましたいやふざけんなよお前、もうちゃんとやれ。動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。
まあ、とはいえね、IT パスポートを持ってるメリットもありますと、はい、さっきもお伝えした未経験者で IT 業界に入りたがってる人、はいはいはい、これからプログラマーとしてやりたい人は、はい、転職そのきっかけとして IT パス持ってますっていうと、しっかり勉強してるんだなっていうところで価値はありますよね。うん、だからこれ本当にあると思う、はい、うん、あとは学生さんですね。学生さんって IT の現場に入ろうか悩んでる人って、そういう資格を持ってるだけで選択肢が1個広がるというか、はい、うん、そこを持ってるだけで IT っていうね、字が1個生まれるんで、うん、はい、それはいいと思います、うん、あとはそうですね、なんとか絞り出そうとしてないもういや本当でもそのレベルなんだよな。エンジニアとしてのこの幅広いね知識を網羅できる。すっごい無理してるよ今このテーマやるにあたって、さすがにねちょっと僕も受けたんですよ、はい、あの過去問か、はいはいはい、10問ぐらい受けました。2点とかでした10問中2点、うん、まあ、僕は元エンジニアですけど学歴関係ないじゃんね、大学も出てないしさそうですね、まあ、僕はエンジニアの頃に使った技術がほぼなかったんですよね、うん、メリットよりもデメリットが多いかもしれないですね。時間がもったいないです入門資格なんで、エンジニアとしてこれからやってみようかなっていう人とか、本当入り口なんで英語を学ぼうと思って英検5級やってみよう、うん、受けようと同じです。まあそうだね、英検5級持ってもね何の意味もないんで、書けない書けない英検とかも、まあ、2級ぐらいからそう、ね、言ってるじゃないですか、はい、だから iPass とかも書かなくていいなと思っちゃう、あ、書いてもいいと思うんですけどね、うん、もっと AWS の資格とかいっぱいありますし、うん、あとは Java ゴールドとか Java ゴールド持ってますとか、はい、コンサルもあるもんね資格。そうです、コンサルの PMP PMP か、そう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 、持ってるとかなりいいよっていうのもありますし、うん、やっぱそういうね持っている人が少ない資格っていうのはバンバン取ってもいいと思います、うんうんうん、はい、あとは価値がありそうな、うん、なんでもし今勉強する資格が価値があるかないのか判断しづらいのであれば、公式 LINE の方からですね聞いてください、うん、そうだね、この資格意味がありますかとか、はい、取った方がいいですかね、フリーランス単価がありますかね、影響ありますかね、うん、っていう質問がいただければすぐに返しますので、はい、今回はですね、うん、IT パスポートは必要なのかどうなのかみたいなところをお話しして、結論はゴミでした、はい、なんかいろいろとすみませんでした。フリーランスで行こうと思うんであれば、そういう資格っていうのは本当に必要ないので、うん、今悩んでる人っていうのはその勉強をやめてもらってもいいかもしれないですね、うん、はい、当チャンネルではこういったエンジニアさん向けの情報というのを随時発信しております。今のうちにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。グッドボタンの方もお忘れずによろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。